広い橋となっております道頓堀橋でございます。そして次見ますと大阪で一番有名なおっちゃんに会える橋、大阪で一番有名な橋、恵比寿橋でございますが、商売繁盛、笹本公の稲村恵比寿への参道、岡田新斎さんでございました。一番有名なところ、あっち言うとけということでね、220回の声の人にございましてね、この橋を寄付されましたので、お名前とって、加賀衛門橋と言います。こんな役者様にいっぱいいらっしゃいます。そしてこちら、ソイモルテロというのは、芸者さんの橋でございます。男前の役者さんって、はい、そしてこの橋ね、アイアイ橋と言いまして、誰と誰がアイアイの橋。その昔ね、こちら側には、芝居のね、歌舞伎芝居がね、この、鳥割りを作られました。さあこの川見てもらったらお分かりのようにね、あまりにもまっすぐだと思いませんか。大阪城にたどり着くのに40分かかりますね。我々は日本橋でございます。はい、この橋は日本橋になります。若い人には全く通じませんが、古い大阪城でお進みくださいって言います。で今日もね、危ないですからお立ちにならずにお座りになっておいてください。こういうのこんにちは、今日のガイドを務めます古谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。さあこの道頓堀川、魚が住んでおります。ボラがおりますんでね、たまに入ってくるかもしれませんから気をつけてください。そして結構深くございます。落としたら、物を落としたら湯殿まみれでございますのでね、はい、行ってまいりまーす。こうやっても今誰もいませんが、はい、大阪の人はね、あの普通の人でも手振ってください。はい、ここの船にいるときは我々はスターでございます。 We are movie スターでございますのでね、はい、スター気分を味わってください。私どね、ちっちゃいどね、おーおー、どらかくな、はい、たまに90度ずつ曲がります。おー、どることんだ、おー、ちっちゃいどね。あっち向いてます。こちらのね、串カツだるまの会場でございます。楽しんでいただきますがね、船が通訳していただきましたが、船が動いているとき危ないのでね、立たないでください。いいお写真ポイントでもね、グリコの看板の前では一旦止まりますので、その時に撮ってください。はい、途中でとっても低い橋、光橋という橋がありますので、その橋の下で立つと頭は頭バチンなんだ、頭、はい、頭バチンとなります。バチンなハンゴラを見せらねん、ヘルメットかぶっております。かぶっとり、かぶっとり、はい、はい、ガイドがヘルメットかぶってるということはとっても危ないですので気をつけてください。ください、テイクケア。皆さんまだ気持ちがありませんのでね、はい、気をつけてくださいね。もうちょっといたしましたら出発いたします。お時間的にね、ちょうどいいお時間です。明かりがつきましてね、綺麗な時間。道頓堀배탑니다。
야다우나라하면서쪼맨하네폭은그래도멋지다어떤형제가팠다네 이야저기많아 야다크다폭탄밖에지금표시도괜찮네핫도그 핫도그